Rap to learn, rap to learn. Ooh, I love to rap to learn. みんなありがとう。本当に感謝してます。あ、でも喋り出す前にちょっと。0 to 500 shout to my subscribers 10 months strong, glad that you still like us This bilingual beat maker and rhymer What I wanna say is 皆さんありがとうございます Oh boy, I've been having fun with the channel 2つの目的あるから続ける一人でも多くに伝えるで My drive 登録者ゼロになるまで諦めないあ、でもゼロになるまではさすがに少し大げさあそこはラップ風にカッコつけたって誰も何にも言わねんじゃだよなそれより二つの目的は Well for one I wanna change the country's English learning system See my bros and sisters with opportunities that they miss And thinking English isn't in their repertoire like that's a given What? 黙れこそ日本は島国だ英語習うそんなのはいらんいや確かにおっしゃる通りだしさ日本語が1なら英語は2番でも英語別にできなくてもいいやで最初から諦めるよりはとにかく簡単で楽しい英会話をたくさん使うことが大事だと思います英語できて何か得するのかいそりゃ自分の世界が広がりいろんな国の人と友達になれる他にもあるはず例えば仕事の場I can sound professional if I want Hello, sir. あとはナンパI don't know. What's up, ma? それ以外にも山ほどあるけど。わかったわかった。さっきの続きの二つ目の目的は何なんだ？この歌でもわかるように。Hey. 音楽ならラップが好み The image of hip hop here in America is generally positive in everyone's mind but in 日本ちょっと下品だとかダサいな丸いわラップ好きは近寄りがたい人たちだそれを変えたいあ、なるほどそれでこのチャンネルを作ったわけかそう英語学びながらラップに興味持ってくれたらなっていう勝手な考えさ皆様、本日登録者数500人突破いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今回ですね、タイミングよくサンクスギビングウィークエンドに500人突破ということなので、What is Thanksgiving? It's a time where you remind yourself to become thankful for everything that you have. And what are we thankful for?That's you. You guys. ありがとう。やめてください。耳が腐ります。すいません。いやでも正直500人まで来れると思ってました。普通に思ってました。あ、思ってる。はい。ほら、そこは否定しろ。まあ、ヨシキがどう思ってたかともかくとしてですね。First 500 people, you guys are the day one homies forever and ever and ever in our hearts, man. どうしたんですか？ぼーっとしちゃって。大丈夫ですか？ヨシキさん。何があったんですか？そこに。何かあったんですか？これからもコメント、いいね、そしてシェア。ね、一人でも多くにビデオを見てもらえると本当にモチベーションにつながるので、ね、全然違いますよね。全然違います。私はもう朝起きた時に、楽しみがもうこの E メールをチェックして誰がサブスクライブしてくれたかなっていうのでですよね一日が始まりますので一日がねゼロの時どうしますかあ私もまた寝ます寝ますよね、はい、普通に寝ます寝ますもう本当に新しい登録者今日はゼロ人かいやきっと悪い夢だ逆に質問がある場合は Twitter や YouTube でいつでも聞いてください Oh, I almost forgot! You guys may have noticed already, but we changed our channel name to Rap to Learn やっぱりね、チャンネル名をパッて見てどういうチャンネルなのかがすぐにわかるように、まあ、こっちの方が適切なんじゃないかなと思って変えました最後に皆さん、英語は楽しく学ぶことだと思います皆さんね、ラーニングスタイルはそれぞれだと思いますが、僕たちはこのチャンネルを通して皆さんの力に少しでもなれたらなと思っています。ではでは、平和。